ていうのを抱えて手製が行われました。その日の句会の世話人だった永井さんが自分の家の果樹園から燃えてきたというブドウがたまたま石台になったというお話でした。このピオーネという品種のブドウは過去もそして現在も永井さんの大島上島では全く栽培されていません。清風先生がブドウの句を収作していたことを知っていた人間、永井さん